分の体を安定して何が優先順位かそういうところです。それで彼は僕にも僕のように受けを取りに来てるわけじゃなくて、バブルなのかもしれないですね。だから僕は安定して次のことを考えておきたい。もうシャープ入ってれば何でもできるんですけど、安定してる。だから僕にこうやっとにやろうと思って、バブルだったりさらに上がり、逆に安定してて、何かパーティションも増えちゃう。非常に安定してるから、だから増えました。縮めてくるとやられちゃう可能性が多いから、だから彼を伸ばして、向こうに伸ばして、で、弟と泳いだりとか、そういう。で、自分が安定してたんですよ。で、自分が安定してるから、どういう。安定してないで、ちょっとこうなっちゃって、でも自分が安定してればこう、まずね、食べてみる、面白い、いろいろ優先順位はだから考えてほしい。技をやるためにやってはって、自分が安定するためにそういう話してる。で、上の上はこう、どっちの手使うときにどっちの手使えるんだったら使う、どっちの手使うんだったら使う。要は安定するためには安定して下だったら下、彼の方行っちゃうと不安定になっちゃう、自分がね、彼の方行っちゃったら地面だね。だけど気にしないで、あんまり相手の方気にしないで、自分のまっすぐが大事、そして下に落とした、そしたら自然と倒れたって、そういうふうに言うんだよ。相手のことは気にしない練習だっていうかな、まあ、気にしてもいいんだけどさ、あんまり気にしない方がいい。で、自分が自立して自由だっていう、そういうことを相手が依存してると、相手の出方によってこういうふうにコントロールしたいから、したいけど、自分が主体で自分が自立してるから、自分が安定してることだと思う。全然持たれたり何かしてるのはあまり関係ない、そういうふうに思ってるので、じゃあこういう自分をなるべくまっすぐにして、彼は僕をやっとってそして、ああ変なおじさんが来たんで、そしたら自分は安定して慣れてた方がいいのに待ってる、彼がもう踏んでこないでしょ、で変なおじさんだったらさよならだよね、さよならって言うか、離れてるか、離れてるか、でも、ね、自分が大事ってことは自分がまっすぐ、自分がどういうふうにいいという、そういう話だ。技が上がって、練習してるんですよ。だから、優先的には、この技の練習するんじゃなくて、自分の安全っていうのは、自分の安全のために、こうやって、やっつけていくんだったら、傾いちゃったりとか。それが優先ということ。自分が安定しているから。で、相手が反応してくれる。受けない。そういうふうに。そして、こういうふうに。たまたま手があったら。たまたま手があったから、こういうふうに受ける。技があるからやってるんじゃなくて、安全のためにやってる。そういうことが。そういうことが理解してないと、みんな最近はね、白の稽古になっちゃって、白の稽古になったらさ、どうやってやったら、どうやってやったら、この手やっつけれますかって、そういうことばっかり考えられますし、だから、そうじゃなくて、自分の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 、
分が安定していくってことを考えて、どっちか使えるのかこっちで、そっち使えるのか使えるのか、こういうね、近くに彼らはこういうのを良くしてて、こっち来るのを良くしてて、あ、来ても大丈夫だよって、そういうふうに考えた。で、自分が安定するのが優先だから、だから、そう、ね、近くだったら、彼はどうしようってやらないと、ね、その間に自分はこう思う。だから、安心って、もう、やばいなって、そういうのがあってもいいわ。やばいって言うのやばい。もう、ちょっとやばい。やばいんだよって、わかる。絶対に、あの、やられちゃう。だから、安心。そういう話。そして、形があるのね。電子とかで。で、自分がやる形がある。形があるから、電子しましょう。避けたらこういう形、おへその前にあるでしょ。で、こう、
いらないから捨てて、で足をついてこういう形、それからこうなってたら、こうなったらね、こうなったらこっちに出ていけば下の形で、下の形がある。で転換だと、転換やってると転換でもいいんだよ、こうやって出ていって、こうやってできる。でも転換よりも種目の方が効率的っていうかな、これ不安定だから、これな練習しないとダメなの。こっちの出しみたいなね、不安定でしょ。だから練習してこういうふうにできる人、いつもこういうふうにやってる人、踊り、日本舞踊やってる人、できるんだったらこういう形の方がいい。でもできないんだったら無理してやっちゃダメだって。練習をしてからね、練習をしてから、こういう足できる、使えるよって言うんだったら使ってもらって、で、使って、こういう話ね、使えないんだったら、でも、こう入っていったら、待ってるから、ね、だから、この手を少し出してきて、こっち、それでから入ってくるんだから、ね。使えないんだったら使えないんだ。今日は安心してる、自分が安心してる、安定してる、技をかけてもいい、この辺に入ってもいい、そういう話だったね。まあ、そういうことで、はい、こうやりましょう。同じ正面投げと同じ、この辺、下向くんだったら できないんだったら、これもいいや。この手いらない、いらないから捨てて、自分が安定してる、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 中心がずっとこう、畳みたい、こうなって、
中入れる。そして足を前撃した、足を前撃しただけでそういうふうに入れる。自然とこういうふうになって、右に曲がり方、左に曲がり方。
間に興奮にかかるんじゃないかと思わせるとだからやりたいことが最初にあるんじゃなくて、その左曲がることで一緒に知ってんじゃなくて、あの左曲がることに視野が向くんじゃないか、全然的に左に傾くんじゃないか、どういうふうにやりたいわけよ。そうじゃないと本の稽古じゃなくて白の稽古になっちゃう。本の稽古をやったら道を左の時に自分でどうにやったらよかった。そして種目だったら自由だから、あ、こっちは腕振りに回るからね、こっちに行けるんだね。種目やめたって言ってこっちに行ってやるんだけど、種目の時は下半は便利だからね、下半は便利だから、いらなかったら捨てて、こうに振ってとかさ、そういう感じがない。それで腰を10に使うで、下半の便利な情報なんかできますよ。さっき今みたいな、そういうのをお手返しとか、そういうのできるから。で、その後の方が自由だ。まあそういうことを分かってると思います。じゃあお手返し、お手返しというのはこう向いてこの手をやっつけるために行くんじゃなくて、彼の通り道を通り道をあっち行って、たまたま手だった、たまたま手だった、そして、さばいてきたんだ。じゃあ、いや、つけようと思ってないよ。たまたま、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 落ちたら、落ちたらば、何もしてない、何もしてない。そして、倒れちゃった。そういうふうにやってほしい。じゃあ、こちらに行きます。次、ちょっとな、こう、片手もね、ここが正面を取るから。これも難しいからです。でも、持たれちゃったらやる。だから、持たれる前に、ポストと状態するのが目的。そしたら、こっち入ることもできるよ。それから、ただ、今日の場合は、こういうふうに出す。まあ、さっきはこういうふうに出す。大体一応投げとかお願いしたら、そうなるとか、あれ、一挙はこの外だと、それで出したんだけど、で、あれは種目の場合があったけど、種目に広げば、こうやっておけば、こうやっておけば、こうやっておけば、こうすれば自由、いろんなことをして、で、後ろも入れる。で、前にこうやってやっていけば、こうやって前もあるかもしれない。でも、まあ、だからといって種目をやりなさいじゃないんだけど、この柔道まっすぐにしてね、それで、持たれちゃったら嫌だ。だから、持たれる前に、俺がすごいんだよ。俺、持たれちゃったから、はい、どうぞなんて言うけど、やったって。だからこう来たときに少しでも後ろも入れるよ、表も入れるよ、こうやって要はこの先手もらうって言うんだけど、相手を忘れてしまってこんなことだったら終わりに、だから先手もらうで、そして表で下を振る、そして種目だから、それがこっち、こっち入って、それからこっち、よし。それで、これがありました。それで。
ここのところで全部変わる。ここの泳いだところ、泳いだところ、泳いだところ、泳がせるためにこういうのがある。こういうのがあって、これ当てなくていいんだけど、これ抜き差があったよ。そしてこの手を伸ばして、だからテンションがこれで外かけ、そして下ろし、そしてI'm going to try it.